A 級一般戦2レースのスタート、1番山口田口守が前に出ました。2番の深瀬大河、その後ろ3番今2人並んでる感じで、内が3番石田博秀、外は7番渋谷蓮、4番手も2人並んで、内が4番長岡剛、外に5番海久聡、一番後ろが6番岡山龍門慎太郎です。さて1周回目からこれは深瀬の行為が並走というニュアンスになるんでしょうか。一番後ろから外6番の龍門慎太郎が様子を見ながらどの位置に上がるか、2番手田口の後ろあたりか、5番の貝下も今度は位置を変えてきて2周目です。どうやら2番深瀬の番手石田がこれはもう勝負をかけてきたか、渋谷の内側で粘っております。2番の深瀬が後ろ1回確認しています。早くもレースは残り2周半です。1番の田口が先頭への後ろにいる状況です。昨日はライン3番と競争でした。6番の龍門慎太郎は現在2番手、5番の海下は3番手、ちょっと間を空けた2番の深瀬は4番手、圧倒的な人気であります。昨日は斉藤に叩かれ悔しい結果、後ろは3番の石田と7番の渋谷平素、その間に5番の会社が3周1コーナー3番手から田口の前に一旦これは出るのか様子を見ます。中国勢がおのおのかく乱してくる。2コーナー深瀬が後ろの平素を確認しながらも7番の渋谷がすんなり回れるか、鐘が鳴った。3番の石田は1車下げて3番手、長岡と石田が3番手、並走状況、ジャン4コーナー、長岡をどかして石田が3番手奪い取るか、もう一度内側から長岡盛り込む、3番手、並走状況で1番の田口は5番手、マクニー構えるか、2番の深瀬がペースを上げて、7番の渋谷は番手、気迫で守りきるか、3番の石田が3番手奪い取った、ちょっと間が空いて4番の長岡4番手、1番の田口、5番、海下、6番の龍門、3コーナー、5番手が田口が仕掛けた、まだ前とは距離がちょっと空いている、4コーナーが直線、2番の深瀬先頭、深瀬先頭、7番渋谷、渋谷かわして合輪、7番2番3番の入着か。審判の決定をお待ちください。序盤戦から2番深瀬の後ろ渋谷が石田との並走でありましたが、気迫で白いだ渋谷が最後わずかにかわしております。ここは南関東のワンツー、そして最終的には長岡をさばき切った石田が3番手から直線中を突っ込みましたが届かず、ご覧のように7番2番3番に入着であります。